関西地域中上級講座生講義を実施します。皆さんこんにちは、レクセン2講師の根本です。まあ、本日はこのタイトルの通りなんです。一般的にこの生講義と言われると、まあ、東京の都心が中心だと思われがちです。また初級講座じゃなくて中上級講座になると特に都心だけというふうに思われがちなんですが、実は年末から年明けにかけて関西地域で生講義を実施します。これが卓越禁止力強化ゼミと呼ばれるものです。具体的にはこういうラインナップになってます。1月から3月が私が卓越を担当、4月から5月は赤松講師による記述、この2本立ての講座があります。具体的にどういうことかと、まず私の方、卓越の方なんですが、超基本論点100本ノックという講座を行います。主要科目に限って絶対に間違えちゃいけない足を時間制限かけてやってもらいます。エラーがないか、取りこぼしがないか、それを全4回主要科目の方で点検をしてもらいます。そして全部が終わったら、ある意味それが基本論点のまとめ、超基本論点のまとめ表になります。まとめ一問一答になります。具体的には12月から1ヶ月に1回ずつ行きます。日程はこんな感じになり、時間はこういう感じになります。でこちらの方、日程ちょっとこの日程はきついなという方、これ翌日、翌々日ウェブフォローもついています。ですので、全部の日程が取れない、あの日だけ行けないなとではなくても安心してください。この卓越編受講するとどんなメリットがあるかと、といえばまずは基本事項の確認ができる、落としがないか、そのチェックができる。そして次、いつも家で一人で勉強する、生講義に来る、他の受講生がいる、モチベーションが上がります。また講義後、私だいたい1時間から2時間近くは本校にいる予定です。そこまでの学習状況、特に1月以降は当練が始まります。当練の結果等を持ってきて、これどうでしょうかねと、どのあたり勉強すればいいですかねと、といった相談もできるようにしています。ぜひそういう形で活用してください。赤松講師の方のこちらに関しては予想問題、赤松講師が本当に毎年論点を多く的中する太郎と花子と呼ばれる問題、こちらの今年バージョンのものを配り、それを皆さんにやってもらって解説をするという内容になっています。合格者の方が、多くの方が太郎と花子良かったと、あれで本当によく鍛えられてよと、といった本当にいい問題が揃っています。こちらの日程はこういう形になっております。はい、こういったものが私と赤松講師で行う卓越記述強化ゼミと呼ばれるものですが、一つ注意点がありまして、これ申し込みの場所が限定されています。この点だけご注意ください。はい、ということで以上で、今回の動画の方は以上です。こちら関西でも中上級生講義やりますので、ぜひ積極的に参加してください。皆さんにお会いできるのをお待ちしております。こちらの動画の方は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。